CSDM 中島志郎です。今日はリーダーシップの授業で生徒たち自身でキャンプに行くっていう、そういう日です。ここはウィスラーから20分ぐらい下に降りたガルバルディレイクのガルバルディのパーキングです。ここからガルバルディレイクに向かって約6キロから8キロぐらい、今日は道のりを歩いていくことになります。歩いていくグループを紹介したいと思います。ひろとくんです。そして流星です。そしてシオンです。この心配な3人のグループをフォーカスしてみたいと思います。大丈夫ですか？大丈夫です、はい、多分大丈夫ですね。大丈夫で、まあ今日の予定をじゃあお願いします。流星、今日の予定はガルバリーレイクでキャンプして、その後パノラマに行って帰ってきてガルバリーレイクでディナーを食べます。そのまま明日はチャカマス方面から帰ります。はい、素晴らしい雨予報の天気です。はい、もうびしょ濡れになって帰ってください。気をつけて。それでは途中の映像とか画像を撮ってプレゼンテーションでしっかり行えるように。 OK、 えい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 、いってらっしゃい。頑張ってね。See ya! Bye! Bye! 本当大丈夫かな？心配ですが、まあ、しっかりやってくるでしょう。ウィスラーから15分ぐらい南に降りたところにあるカルチャックキャンプ場です。ここは今日2人シュンホとそれからケビンがキャンプをしてるんで、ちょっと見てみたいと思います。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。おー、なんかいい感じだね。誰があったの？これ、シート。チームプレー。チームプレーじゃなくてチームプレーね。チームプレーかと思ったけど。おお。ちょっと。なんかいい感じだね。ちょっとした騎士だね。おお。こんな感じで、うん、2人じゃ広いよな。余裕だな2人で。薪もガンガンすごいね。今日のご飯何？肉焼き肉。ここで何？ここでやんの？ここで。おお。いや素晴らしい。なかなかいい感じでやってるんでびっくりした。大雨になることを期待しています。はい、あ、これ譲れたらダメだった。
はい、食レポお願いしますね。あ、どう？しっかりと味がついてて美味しいです。下の方は天気悪かった。上は全然良かったね。今日何時から朝歩いたんですか？そこまで何時間ぐらい？もうちょっとファンはね、反対側から。お疲れ様でした。